なので展示場に出てくるのも1頭ずつというわけなんですね。で現在4頭のオカピがいるんですが、日替わりで展示場に出てくるオカピは変わってます。で今日は屋内展示場を使っているのはガラスというわけがあります。まあ、それはですね、今私がここに持ってきている葉っぱを主食とする動物ということと、あと足の形なのがキリンと似たような形をしているということです。で今からこの葉っぱをララに食べてもらおうと思うんですけれども、これはズーラシアのオカピたちの大好物のビワの葉っぱ、今日は持ってきてます。